レブン中継局は、北海道レブン郡レブン町高付課村にある中継局。ここでは、日本最北端のデジタルテレビ放送中継局である、レブン船止まり中継局と利尻町にある利尻潜法市中継局についても説明する。レブン中継局、レブン中継局、レブン中継局船泊まり中継局船止まり、中継局船止まり中継局受信設備潜法市。 中継局専報市中継局レブン島、利尻島の日本海側に面するほとんどの地域では、中トン町の地区中継局でカバーしている。3局とも地区中継局である。画像にもある通り、AB 地デジ中継局のチャンネル変更について、レブン中継局の全チャンネルを変更、総務省北海道総合通信局、2014年8月25日。 ABCDEF 北海道内の地上デジタル放送局の開局状況、総務省北海道総合通信局、2015年8月31日、閲覧 AB 地上デジタルテレビジョン放送局の予備、免許、株式会社テレビ北海道のご中継局、総務省北海道総合通信局、2015年6月29日、閲覧 ABTVH 試験放送の開始に、 ついてり市里町ホームページ2015年7月19日閲覧、地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許、株式会社テレビ北海道の道北、オホーツク地区のご中継局、総務省北海道総合通信局、2014年8月25日。ありがとうございます。